ずる以で上です。す。何か質問ある方いますか？何があったんだろう。はい。じゃあ始めていきます。お願いします。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。1番のプレイヤーが発言します。はい、配送ボタンを押された時、だいたいホストから始まる。はい、1番です。お願いします。まあ続行ってことで、何もトラブルなかったでしょ。トラブルあれやったら言ってください。なかったやったら続行にします。はい。悩みたいなので続行させていただきたいと思います。真の占い師はグレーせずせんでいいです。はい。SGH の村人釣るゲームじゃないんで、白狼を追います。はい。白いところに投票します。はい。これはもう俺の心情です。はい。占い、真の占い師は必ずグレー精査せんで、色だけ落としとったらいい。そっちが真。グレー精査しだしたやつは偽。はい。以上です。2番のプレイヤーが発言します。賛否両論があると思うよ。1番の話は。一理あるとか声もあるし、何言ってんだろうって声も出てくると思うけど、一つだけは、白いとこに投票しますって言ったとこだけは、えって思ったけど、黒いとこじゃないの？なんて投票、なんで白いとこなんだろうっていう。そうですね。とりあえず村を残して、狼って言いたいですね。まあ、SG1 の村人を残して、白狼を釣りたいですね。村と狼があるんだったら、まあ、頑張って一人一人精査して、村を残して狼釣る努力をすればいいじゃないですかって話で、進行論通りね、一番と同じっちゃ同じ部分があるけど、一つだけ違うのは、白い人釣るってどういうことなんだろうっていう、一番に引っかかってるのは、黒い人を釣ればいいじゃん。うん。まあ一番の占い精査の仕方、まあこれね、いろいろ割れると思うよ、いろいろ。だから言い間違いでいいのかな、これ、白い人を釣るっていうのは。うん。3番のプレイヤーが発言します。おはようございます。占い師でした。2番さん白、2番さん白、把握お願いします。まあ、1番さんのね、まあ、占い師、真の占い師だったらグレーセーサーするなって言うけど、やっぱね、グレーセーサーしたいかな。でもまあ、今んとこね、1番さんしかグレーいないんで、まあ、2周目、そうだね、役は2周目までには必ず出てくださいね。もう、そっか、霊能、そう。役、ね、ちょっとなんか他の村の話するとダメだと思うけど、役乗っ取りされて、もうすごい惨敗したから、もう絶対ね、役出てね、お願いします。もう、そっか、なんか僕ね、普段、騎士、もう一生潜伏してとか言うんだけど、もう騎士もね、出ちゃっていいよ、一日目で。で、グレー狭めて、そう、なんだろう、強い進行を取れたらいいなと思うんで、でも、グレーセンサーはしちゃうと思うな。白いとこじゃなくて、白狼って本当に上手い人しかいないから、黒いとこすればいいと思う。4番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。ヤマンです。村の人です。はい、3番さん占い師にしろということで。3番さんは、グレー触れたいと言いつつ、一番さんにはそんなに触れてなかった気がするんですよね。まあ別に触れるとこないっちゃないんですけど。まあ多分特殊なこと言ってたと思うんで、もうちょっと触れてもいい気がしますね。僕は一番さんの意見に反対ですね。まあ白狼釣りたいっていうのは、まあ狼どうせ白いから、白いやつ釣っとこうぜっていう一番さんなりの圧のかけ方なのかもしれないけど。まあ圧だったらいいんだけどさ。いいんですけど。まあ、そのままの作戦は僕は反対です。うん。まあ、みんながベテランだった、なんだったら別ですけど。時と場合によるじゃないですか。はい。ということで、一番さんは、若干怪しいっすね。はい。だから。5番のプレイヤーが発言します。
なんか、4番って入り口で1番のことそんなに別に怪しい要素なかったって言って、なんか出口では1番のこと怪しいってよくわからんなと、4番めっちゃおかしいこと言ったなと思ったけど、なんかフィーリングで3番が心配なと思っていて、まあ1番は2周目のセンサーでしかないと思ってますね。言ってることはおかしいですよ。はい。言ってることはおかしいが、2周目のスケール聞いてみたいなと思ってます。まあ基本的に俺フィーリングで3番が真やと思ってるんやけど、二番さんに問いたいんですね。二番さん若干発言矛盾したから、黒い人釣ったらいいんじゃないって、するんじゃないって言ってるが、でも二番の思考って白狼を釣りたいんでしょ。白狼って黒くないからなんか矛盾してるなと思ったぐらい。ただ俺三番が、なんかめっちゃこれフィーリングね。なんか言葉に表されんからフィーリングないけど、進歩したなと思ってます、ね。で、四番がなんか入り口と出口が違う考察したなと思ってるから、四番陣がいいかなと思ってます。以上ですね。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣也です。ごめんね、もうなんか1番2番のやりとりからもうずっとツボに入っちゃって、ね、どうなんだろう。まあ1番2番2番に関しては2周目でいいかなと思って、5番さんは3番のことをフィーリングで新っぽいなって言ったけど、私は分かんなかった、太鼓出てからでいいかなって思ってます。4番の入り口出口が違うって、私、4番一番印象いいって言ってたっけ？なんか、もう一回、5番さん自身でもう一回言ってほしくって、4番って1番には反対だって、その作戦絶対おかしいよっていうのは多分村人の思考かなって思ってるから、入り口出口が違ったのか、ちょっと私、聞こえてなかったから、どういう感じで言ってたのか、もう一回教えてもらいたいなって思ってます。はい。盤面固まって頑張りますね。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営特に必要ないです。一番さんは普通に印象悪いけどな。白いとこを釣りたいって。おかしくね、普通に。って思ってます。あと、占い師はグレー精査しなくていいよって。いや、した方がいくない？で、占い師は色落としてってくれればいいよって言ってたけど、占い師自身で色落とすのであれば、占い師がグレー精査して色落とすしかないと思ってるから、そこも矛盾してるなって普通に思いましたね。今さんに関してはだから1番さんへの指摘は別にマットだったと思うが、それが別に2番の白要素ではないと思ってるんで、1、2は2周目だと思ってます。4番さんに関しては5番さんの言うように言ってた。4番さんっていうのは1番さんに対して、それは意見は反対だけど、圧かけてんならいいけどねって言ってた。6番さんに言っとくと、4番さんはね。だから5番さんの指摘はまあわかる。5番さんが一番印象いいとは思ってるけどね。まあ、6、4どっちか現状だったら。8番のプレイヤーが発言します。まあ、7番に対話を求めるのは、もうこの位置で意味がないことだと思ってるが、7番が1番に、白いとこは釣らないでしょ。いや、あなた目線でこいつが狼、例えば4番がめちゃくちゃ狼ってなってる。だから村の思考では全員が4番を最終で置いたときって7番どうするっすか。まあ、もうちょっと汲み取った方がいいかなと思ったっすね。6番視点で1番、2番が2周目って言ってるにもかかわらず、4番の1番の、叩きっていうのかな。指摘が4番の村思考ってなんか矛盾を感じる。3番が、俺も5番と一緒で3番が、まあ、めちゃめちゃ薄い要素だが真に見えているが、2周目で占い出ただけって5番がつながるなと思ってます。はい、3番が4番に、3番が騎士に何だったっけ、出た方がいいですよ。3番視点で1番の対話で、グレー精査したいですよっていうのが9番のプレイヤーが発言します。お願いします。占い師ですね。ランダム1番さん白です。把握お願いします。1番さんのこと何言ってんだろうっていうとこ、黒いところをなんか釣ろうって思ったのは、そうだな、1番さんすることであって、まあそういうこともあるかなとは思って、2番さん色落ちなし、3番さんに関しては強労まだわからない、4番さんに関しては1は反対、時と場合によるっていうのは、ちょっと匂わしたかなっていうか、ごちゃごちゃにしたかなとは思ってる。5番さんに関しては、3番さんがフィーリングで真っていうなら、私をどう見てるのか教えてほしいです。6番さんに関しては、
一番さん本当におかしいよって思うんだけど、私は一番さんに白が、刺さってるので、知っているので、そこのとこよろしく思う。一番のプレイヤーが発言します。はい、出るべきもん出たら、7番例の、4番釣りでいいんじゃないかな。騎士。9番理性だと思いますよ。9番の思考で6番に語りかける構図が意味わからんかなと思ったから、9番狼で6番白やろなと思ったから出てこんでよかったマークつけるけど。はい。基本的に4番釣りでいいと思っています。ちょっと待ってよ。マークね。はい。4番の指摘って5番がした通りであって、4番って別に1番にそこまで懐疑的な視点持ってないのに、最終終着点が1番に対して怪しいっていう視点が出てくる時点で、4番って、はじめと最後が違う人物やから、あなたって思っていないことを言っている人物やと思ってるから、おそらくあなた狼やと思ってますよ。はい。それか5番かなと思ってるけど。多分あんまりね、8番がね、狼っぽくないなと思ってるよね。まあ、これフィーリングです。はい。フィーリングです。まあ、けど4番、5番の欄、提唱したいんですよ、7番さん。俺はね。俺は4番、5番の欄がいいと思っていて、進行論通り行くんやったら5番行こうかな。白狼追いかけようか。4番は SG 値の村人っていう可能性が高いかなと、うん。この段階でね。5番、6番、7番、8番、9番が別に4番に印象良くなかったんでしょ？ならもう4番を SG 値の村人と特定し、5番の白狼俺は釣ります。はい。もう9番はね、占い、グレー精査してるうちにならしいんじゃないかな。うん。9番の芯切ります。占い精査もできへん村人はダメなんですよ !2 番のプレイヤーが発言します。まあ、1とこの概念としては若干間違ってるんだよね。白狼白だと思ってるみたいなんだけど、白狼って読んで字のごとく狼なんですよ。うん。だから黒なんですよ。まあ、嫌いだけど好きな人。369、嫌いだけど好きな人ってことは好きな人なんですよ。わかります？白いけど狼な人って狼なんですよ。狼イコール黒なんですよ。白狼とはつまり黒なんですよ。黒い人に票を入れればいいってことなんですよ。うん。この概念が多分違うんだよな。だから、5番を1番が黒いと思って入れるならいいんですよ。白いと思って入れるっていうのが意味わかんないんですよ。だけの話なんですよ。5番が黒いと思っているならいいんですよ。うん。ただ、外れてたら結果見て反省しなきゃいけないってだけの話で。まあ4番はその、みんなから指摘されてることなんでしょ？うん。うん、まあ、5、8が3番を信徒を置いてることなんだよな、これが。どうなんだろう、3番を信徒を持って占われたくないってことなのが、うん、すり寄ってるのが、本当に信だと思ってるのが村だったら、一応9番も出てきたんだけど、一応2周目聞いた方がいいんじゃないですか。うん、1番の論がようわからんけど、でさ、だから9番、3番もしてなかったっけって思いながら。ちょっと、まあ、4、5、8、あと3、9の釣り位置上げて、一応、こう、どういう組み合わせか考えながら、表を入れます。4、5、8の黒いところに。以上です。はい。3番のプレイヤーが発言します。はい。対抗出てきたけど、なんかさ、対抗がさ、なんか一番センサー入れてたんだけど、なんか一番さんがなんか変なこと言ってたから、僕、9番さん強人もあるかなってちょっと思って、そしたらなんかグレーに2浪いるかもしれないと思って、そしたら2浪がさ、4、8あたり怪しいなと思って、なんか5番さんは僕のこと信用消したけど、なんかこれがすり寄りだったら怖いけど、なんか4、なんか5番さんはなんか素直に自分のさ、発言言ってて、4番さんがなんか、入り口と出口が違ってて、なんか発言矛盾を起こしているって感じで、そこに指摘したのは、5番さん良かったかなと思って、1周目は。で、8番さんも、なんか芯で、3芯で見えたって言ってくれたのはいいんだけど、なんか結構なんか、後半何言ってるのか全然よくわかんなかったんで、なんかね、4、8が怪しく見えてて、4、8で考えようかなって2周目の発言聞いて思ってる感じなんだけど、でも1番さんがね、全然わかんないので、1番さんが人外だったら嫌だなって今。考えてて、まあ、9番さんがローだったらね、すごい分かりやすいんだけど、そしたら9番さんの残りの相方たちがどこかなって。そう、でも9番さんの相方たちって今のところ2周目全然聞いてないから、2周目聞いて、なんか考えて探していこうかなって思ってます。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは。4番です。僕の入り口と出口は
目的的にはそんな変じゃないと思うんですけど。まあ、別にいいよっていう場合は、一番さんなりの圧のかけ方だった場合であって、本気で言ってるんだったら、ダメじゃないですか。でも、二周目も同じこと言って、多分本気で言ってるんですよ。だから、やっぱ結局怪しいんですよね。一周目の怪しいって、別に黒いとか白いじゃなくて、怪しいなんですよ。まあ、二周目聞いて、やっぱちょっと変ですよ。一番さんは。はい。で、九番さんは、僕、九番さんちょっと、新名あると思ってるんですけど、グレーセーサーしたら釣るって言ってる一番さんに白出しつつグレーセーサーしたじゃないですか。うん。なんか、僕はそこでちょっと新名。若干ですよ。0.5 ミリぐらい。はい。で、58は3新目って言ってるんですよね。で、綺麗に焼くないじゃないですか。ちょっとなんか綺麗すぎは感じしません？ごまさん三振っぽいって言ってたけど、全然わかんないですし。僕もフィーリング派なんですけど、でも別に3番三振っぽいってのはわかんなかったんですよ。なんで僕58、どっちかって言ったら、まあどっちかわかんないけど。どう思います ?58 三振って言ってます。僕は9がちょっと新っぽいって言ってます。はい。で、1は、強人っぽいっすね。だから。5番のプレイヤーが発言します。いやもう4番で狼 100% 落ちると思ってんねんけど、ちゃうんかな。だってまず4番の時点で1番に対して懐疑的視点を2周目に返しても受けたんでしょ。でも9番の方が真で、発言の最終5秒ぐらいで一番強靭スケールやろ。もっと早出てきてよくない？4番の時点。じゃあ一番のこと強靭精査ってなるんやったら、もっと5番8番に言及するべきやから、4番ほぼ格好狼やと思っていて、8番から若干ぐらい拾ったんですよね。8番って5番と結構似てるし、こう思ってる人物なんですよ。多分3番から新要素取ったんで、多分おそらくやけど言語化しにくいが同じ理由やと思ってるんですね。まあ、別にこれをなんか8番が別に組み取る必要ないと思うんだけどね、俺の発言を。でその時に8番がなんか4番釣って白の時って言ったのかな。その時に、なんか、占いがもう一枚出てきたら5番の狼があるって言ってるが、5番白引っ張った時って8番って5番と同じ思考を持っているにもかかわらず、5番を殺す意味がそもそもないから。ああ、でも両面性あるか。5番釣った後に4番を倒せる構図か。それはあるね。それはあるけど、なんか、8、4比較したらどうしても4番の方が偽っぽいと思ってるから。9番のシーン見てないんで、騎士は、ちゃんと考えて声した方がいいと思ってますね。はい。俺4つって占い色だと終わるんちゃうかなと思っていて、一番絶対強人やろ。一番、お前絶対強人やろ。俺絶対、4番、3番さんだから一番占わんでいいと思ってる。はい。以上。6番のプレイヤーが発言します。一番は、ほぼほぼ強人だと思う。はい。ちゃんと考察しますね。3番が、一番、なんだっけ、三番って一番のこと人外で見たけど、なんか九番のことを狂人で見たんか、三番って。一番の方が狂面に見えないって若干三番には思った。はい。八番が狼だったとき、九番相方はないと思ってる。その位置で、八九狼がないと思ってる理由が、八番が三振っぽいっていうのを九番相方を目の前にして言わなくていいと思ってるから、八九はないと思った。はい。どうしようかな。まあ、なんかあったとき一番釣ればいいかなと思ってるんだよね、私は。なんかどうしても占い審議がつかないってなったとき。なんか、特別、急の芯がない要素も私にはあんまりわからんかったんだけどな。あ、3の芯が高い理由も。9番狂人、1番人外のスケールがちょっと気になってしまったかな、私は。はい。まあ、どうしようかな。4番と、いやー、どうしよう、7番さん。まあ、4、5、8のランでいいかなとは思ってるけど。はい。私は4番に行こうかなって思ってます。ああ、くらいかな。難しい。5、8の精査。ああ、どうだろう。1番のせいで2番が真っ当に見えてき、7番のプレイヤーが発言します。
1番さんはまああっても強靭かなっていう視点ですね。それなんか4番さんと一緒だったけど、4号のなんでいいんじゃないですか。5番さん視点で8番が村に見えて4にフォーカスを向けてる。なんか1、2があんま囲われてるには思ってなくて、狼としてね。2番さんの説もなんか真っ当だと思ってるし、ただ2番さんこそなんか狼だった時の白狼かなって思ってますけどね。1に対する指摘がなんか白く見えちゃってるからね。3級はどうだろう、9の方が2セットだとは俺も思ってんだけどな、1周目の出方と。あとなんかグレー精査のなんか仕方。あと8番さんになんか言われたけど、4が連れて白結果だった時、あなたが怪しくなりますよって。それ8時点でじゃあどういう精査4番にしてんだろうっていうのはもっと気になったけど。8番さんもあんま俺は村っぽく思ってないから、5番さんが8番を村って置いてるのがよくわかんない。いや、全部にしよう。やっぱり4、5、8にします。なんか8番さんの発言聞いたら、8に行く可能性も全然あるんで、現状だったら4だけど、4、5、8にしましょう。急に背っぽいな。未知強人っぽいですね。なんか占い師は怪しいとこ占えばいいと思ってます。8番のプレイヤーが発言します。ああ、もう7番さんは話が聞けてない、対話ができないんで、もう明日喋んないでください。4番、5番の俺は村系を、様子を取ってるんで、俺2番から冷たいっす。ああ、言語化うまくできるかわからないけど、できるだけ頑張って喋りますね。まず4番が1番にフォーカスを当てて5番8番の精査を度外視してるんですよ。プラス1番って4番を村ケアの SG って村ケアしてる人物なんで、4番がわざわざ1番にフォーカスを当てる必要がなく、プラス3番9番だった時って村の民意で雰囲気的に3番がシンって言われてる中、4番で9番シンって言ってるんですよ。4番が単体の狼に見えず、5番視点で8番4番を釣る議論で8番を殺しに行く議論を作ってないんで、なんていうかな、あまり5番も単体で狼に見えない。プラス、俺3番が死んで9番が偽だと思ってるんですよ。9番の相方って少なからず2番、4番、5番すべてに当てはまると思っていて、仮にここで4番、5番の左右を間違えて白結果ができたとき、9番が2番に黒打ったときって、俺2番単体で黒っぽいなって予想取ってるんで、2番って占い精査、グレー精査せず、明日の盤面を固まってから見ますねって言ってるんですよ。俺2番が狼思考に見えてるんで、9番が2番に黒打った時にもうケアできないんで2番から釣ってほしいっす。はい。言ってることわかるかな。あ、俺2番行きますよ。2番黒出された時俺はもうロックしてしまっている。はい。9番のプレイヤーが発言します。します。そうだな。2番さんに関しては、そうだな。白狼は、黒を、ここで、5が8を3を死んだと思っているのかっていうところが気になるっていうことですよね。だけれど、2番になっていますね。で、3番さんに関しては、狼か狂かわからないけど、まあ、狼だと思ってて、そうだな。私を狂人で置きたがることが、まあ、狼だと思っている。4番さんに関しては、そうだな、狂狼どっちで、4、8は、どっちで置くのかっていうのがわからない人物で、5番さんに関しては、4番、3番さんが、神っぽいっていうのは、なぜそうやって思ったんだろうっていうところはあります。6番さんに関しても、そうだな、そうやって言ってたのかな。うん。で、そうだな。8番さんに関しても、私がシーンって置いてくれるのはいいんですけど、グレーの中で、3番さんの相方見つけなきゃいけないんですよ。うん。だから、5番さんが8番さんだと思ってるかな。うん。すり寄ってきたっていうか、まあ、私にすり寄ってきてもしょうがないんだけど、それしか思えないんだよね。だから3、5、3、8とかあるのかなと思いました。はい。5か8
悩んでるけど、4番さんしょうがないんじゃない、始まんね。3番シート持ってるけど、2番シートだ。4番さん落としといた方がいいのかなと。出されたら、もう信用できません。何言ってんだろう、だから。もうこれは村でもしゃあないじゃん。5番のローもあるんだから。4番のローもあるんだから。俺を選ぶなんて、悪い子だな。言ってることがわけわかんないから。うん、8は村でやったら8が悪いんだから、このゲーム。気楽にゲームしよう。どっちが進化すら俺わかんないけど。1番しかもう行かないよ、もう。8番のプレイヤーが発言します。ああ、これがいけない村って弱いな。9番視点で8番は9番のことが2セット見えてるんすよ、9番さん。把握漏れっすか ?2 番釣れないんすかこの村は。根性ねえな。あのね、俺が9番が2セに見えてるんすよ。仮に9番が2クロ打ったときは2ゴール。仮に、例えば9号だとして4番で白結果出たときって、なんていうのかな、俺は2番を黒視してるんで、もっと濁るんすよ。わかるかな。あのさ、要素の拾い方が間違ってるかもしれないし、まずさ、あなたさ、グレーの精査しないの？ああ、ごめん、俺があれか。9番が1白、3番が2白っていう2番黒結果から3番、3番、9番の単体では3番の方が真に見えてる。ただ、1番、2番、白先のケアから、なんていうかな。精査からしたら2番が黒に見えてる。だから2番から釣ってくれって言ってるんです。もう4番のプレイヤーが発言します。はい、こんにちは、4番です。うん、まあ別に僕は5に投票したんで、別に8番さん釣ってくれってなんか別に言いづらいんですけど、うん、まあ8番さんに9を偽に思ってるんだったら、まあ、二釣りは変ですよ。三二白なんでね。まあ、さっき二周目の発言で思ったんですけど、変だなって。まあ、ただの失言かなと思って、僕は五二ロックしてるんですけど。まあ、五ロックしてる理由は、六七白で、三人がいるわけじゃないですか。残りに。なんか五番さんちょっと人外っぽいなっていう、フィーリングです。フィーリングで五番さんなんか人外っぽいなっていう。もしかしたら違うかもしれないけど。だけ。1番さん2行く納得したんすか？やっぱり1番さん変じゃない？全プレイヤーの発言。俺を選ぶなんて悪い子だな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。はい、こんにちは、4番です。まあ、正直もう言うことないです。僕8番さん人外かどうか知らんし、まあ、人外だったら、まあ、ごめんねって話ですけど、人外じゃなかったら違うか。人外だったら、あれはどっちの話だっけ？まあいいや。まあ、言うことないですね。はい。まあ、でも一番さん、変ならみんな、皆さん気づいてると思います。で、うん、1強だとしたら、5と、わかんないっすね。わかんなかった。さよなら。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番のプレイヤーが発言します。8番8番これ2番3番5番の釣り切ろう。それで勝てるから。いや、めちゃくちゃ白いと思ったよ。
どっちでもいいっす。4番の色なんか。2番、3番、5番で引き切ろう。3番行って5番行って2番でもいいし、2番行って3番行って5番、3番行って2番行って5番でもいい。はい、黒囲い10枚あると思ってる。多分3番さん、あなた5番の狂人に、また誤爆してるよ。おそらくね。俺村なんすよ。8番の手法が1番村やから、5番が昨日8番いける手法って陣がりしかないから。5番さん4番で 100% 狼落ちるんじゃないんですか？おかしいっすね。8番の手法でじゃあ昨日8番が狼に見えたんですか？ 8 番が昨日9番1白、3番2番白、知ってないと思ったんですか？考察の組み立て上、8番って知ってますよ。9番の神経含め、3番の神経、9番の神経両方含めた上で2番を行くって言ってるから、8番投票できるやつ全員陣外やから。はい、四股6します。3番つって2番つって5番行きます。はい、もう役は早くしね。2番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、だったら5番から行けばいいじゃないですか。なんで3番から行く必要あるんですか？怪しいなら5番から行けばいいでしょ。うん。まあ、8番と1番がひどいんだから、まあ、負けたら負けたらしゃあないんじゃない？まあ、まあ、9番の芯もあるけど、3番に気になってるのは、なんで9番が4番を押してるのに4番行ってんのっていう。8行けって話なんだけど。8って、2番親死んでる。もうね、8と1がね、おかしいんだよ。普通に、8番黒だったら別に俺は、8番行ったよ。もうこれ村でもいらねえからもう。負けても8番のせいにすればいいからもう。制裁ずりするよ。意味してんね、グレーの狼探す気ないの。うん。何が狼拾っただよ。ほんと。私の言ってるようなふざけたやつはもう釣ればいいと思ってるよ。ふざけた進行を取るやつは。お前、俺が審査員だわ。お前は審査される立場だ。立場をわきまえろ。もう制裁ずりしたいぐらいのレベルだ。8番、1番は。君たちは精査をしてないんだろ。本当にもう。もういいんじゃない？別にもう。いいんじゃない？ 5 番釣れば。なんでわざわざ3番経由する必要があるの？負けたら負けたでしゃあないでしょ。みんな9番の芯切ってんでしょ。9号の地紙かもしれないし。いいんじゃない？うん。まあいいんじゃない？まあ別に。3、8だったらまあいいんじゃない？別に。うん。しょうがないんじゃない？俺はどっちでもいいけど、もうしょうがないでしょ。まあ、だって3番行こうが何？ 5、8、1で、ま、殴り合えっての？うん。まあしゃあないんじゃない？もう。まあ、9番、まあ、5番行けばいいんじゃない？うん。3番のプレイヤーが発言します。はい、もう5番さんの黒見つけられてめちゃくちゃ嬉しいので、今日絶対5番さん釣ってくださいね。5番さん占った理由はね、なんかさ、1番さんがさ、なんか1、8、あ、そうそう、昨日ね、4番さん釣った理由は、8番さんがさ、僕の死を釣って、なんか神経って言って、なんかさ、8番が狼とかで、あそこまでやると思えなかったんだよね。で、8番さん占わずに、でもさ、なんか1番さんがさ、白人街言ってるし、5番さんがなんかめちゃめちゃ僕の方を信用してきて、なんかめっちゃ懐柔されそうな感じがあったから、5番さん占って白だったらいいし、と思って占ったらね、そう、なんか素人っぽく的なことをしようと思ったら5番さん黒だったんで、でさ、9番さんが構えない理由を考えてて、9番さんがさ、これ地紙すると思えないんだよね。で、9番さんが地紙だったらもう5番さん釣った時点でもう勝利なんだけど、9番さんが強人で漂白紙じゃないかと思っていて、その点、そしたらもう5、1ロールを9強人で、8番さんはあのムーブ変な動き、村人じゃないとできないんじゃないと思って、9強人、5、1ロールで提出しておきます。9の漂白紙で、今日はね、5番さん絶対釣ってください。もうめちゃくちゃ嬉しい。5番さん黒でした。以上。5番のプレイヤーが発言します。まあ普通に3番釣ってください。9番強人、1番5番ロールで、1番が8番の票を取りに行って5番を殺す議論で、2番、3番、5番を釣って、8番の票を回収して1番が生き残る構図ですか。まあなくはないよね。ただ俺自分の人間知ってるんで、それが成り立たないんですよ。2番に言っとくと9番、5番ロールで9番で読みって何のメリットもないから。何一つメリットがない。俺が5番、あ、9番っていう占い師が、自称占い師が5番を囲ってる時だけそれ通用するから、9番、5番のフォローの9番で読めたら 100% ないですね。はい。それって強靭な表をすれば回収できんから何の意味もないです。はい。あ、今日3番釣ってもらって、8番が普通に言ってることおかしいよ。1番ってめっちゃ汲み取りすぎてる人物やから、やっぱり強靭かなと思っていて、本線3、8かなと思ってます。はい。そもそも8番の視点で3番が真のスキルを持ってないと2番の狼を真っ先に追う必要はそもそもないです。8番視点で4番5番を詰めていっての精査でいいと思って、そこで白結果をするときに3番に責任すればいいから、8番が。
4番、5番を釣り、どちらかの指導結果が基本的に0倍超え、0倍結果に見えたときに、もう一人生き残ってる人の村要素を拾ったときに2番に対して懐疑的視点を受けたらいいから、はい、8番残ってる行動が一つ早すぎるんですよね。はい。だから3、8、ロール、1番、強靭。しかないと思ってますよ。あ、ちなみに投票4番に変えたのは、6番、7番が4番に出てるからです。今日我が一番もったいないんで。はい。8番の思考がおかしいです。2番さんとりあえず俺村やから3番6番のプレイヤーが発言します。はい、いやごめん、3番まあ9番噛まれてるから3番から行こう。あーええー一周目の段階から、一番が強靭に見えてるから、多分3級って進路だと思ってるんですよ。昨日は、8番の発言はちょっと気になったけど、狼で2番投票するっていうのはあまりないかなと思ってるし、8番の、視点を詰めたかっただけかなとは思ったから、まあ、5番が思ってる違和感は私も思ってたけど、あんまり狼行動ではないかなって思ってしまいました。はい。3番いきます。明日考えます。7番のプレイヤーが発言します。ねえ、マジで、俺3番死んだと思ってんだけどな。仮に3番さんが偽だった時ってさ、9噛む必要なくね？だって9番って結構偽されてる状況で、3番がさ、偽だったら別に9噛まずに普通に6、7どっちか噛んどけばよくない？って思ってんだけど。いや、わからん。9番強靭で、1番が噛んだのは全然あると思ってるけど、なんか、3級が噛まれてることから、やっぱあんま狼っぽくはないかなって思ってる。3級がね。だから1番が強靭っていう線はなんかなくなったのかなって現状は思ってますね。2番さんあんま俺黒くないんだよな。5から行けばいいんじゃないの別に。5から行って9が偽。例えば仮に9が真だったとして。あんま死んでも噛まれないと思うけど、9って。ここから。8番のプレイヤーが発言します。いや、ほんなら9番が地紙っすか。9番が地紙でメリットは、5番の黒が隠れる、1番の黒が隠れる、2番投票が1番してるんで、もう俺1番村置きして、5番にクリティカルの精査していいっすか。5番って昨日片白いけるんすよ。4番が隠ろう、8番に若干の村要素を5番視点で落としてるんでしょ。プラス1番、2番にそこまで精査加えてないとき、3番が死ん、9番が偽って言ってるときって、1番、2番にもし黒打ちされたときって、5番視点で思考が変わるんすよ。はい。意味わかる？5番視点で4番か角路、1番2番に精査を与えず、8番が村っぽいっていう精査起きてるときって、片白から詰めた方がいいんですよ。4番の相方が見やすくなるから。はい。3番、2番、5番引き切るっすよ。2番の狼まだあると思ってるわ。7番、5番行くの？ PP 起きたらどうすんの？ What？ はい。いや、俺3番、2番、5番引き切るよ。2番、お前、強靭か狼、絶対両方あるんすわ。はい。まあ、3番からいきますよ。はい、以上。全プレイ。その疑いには、どんな根拠があるのかな。
投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。はい。今8番さんがさ、昨日そう8番さんが僕の白ってさ、僕の神経進行を取ろうと思ったから村なのかなと思ったけど、今の発言聞いてちょっと分かんなくなったかな。8番さんがあのさ、考えてほしいんだけど、僕がさ、5番さんはさ、一番最初に僕をずっとさ、新占いだって僕を信じしてくれた人物で、あのさ、僕が偽占いだったらさ、5番さんに黒を打ってさ、5番さん敵に回す必要ないんだよ。だからそう、僕がに、あん、えっ、ー、と、僕が人外だったら、8番さんとか僕の白とかを黒死してる人物に黒を打って、吸っちゃえばいいわけであって、5番さんみたいな人をね、僕はわざわざ敵に回す必要がないのを、6、7番さんには分かってほしかったなって感じで、8、1どっちか占いたかったな。なんか8も今の発言で人外に見えてきたから、あ、でもそっか。狂人がいるのかな。あ、違うよ、違う。9番さんが噛まれて狂人で、5番さんがローだから、そっか、8、1のどっちかがローになってくるから、やっぱ1番が格好は、1番が囲われて9番が狂人で、1番を9番を脅迫画にして、5番がローで、やっぱ最終的に、やっぱさっきの一番最初に僕が考えた旧狂人1号ローローで提出しておきますね。8、1のどっちか。占いは村勝ち確だったんですけどって感じっす。はい、以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入り、6番のプレイヤーが発言します。はい、7番さん、色結果教えて。あ、じゃあ、5番行こうか。いいよね。三四郎結果、5番狼、9番の地神、5番行って、3番狂人はないと思うんだよ。はい、5番行く。5番行った後、どうしよう。5番行って、8はほぼほぼ村。1、2、3が2にしろだから。占い心境の可能性あるよね。1番狼で9神。いやー、初週からするかなー。5番で終わるかなー。3番狂人。9神。あ、ちょっと待ってね。なんで9番神起きたんだろう。7番のプレイヤーが発言します。5番さん行きます。3番が狂人だった場合に、3番が仮に狂人で、2番が狼で9を噛む構図だった場合、28はないと思ってますね。28、8番さんが、なんか投票を変えて2番に行きますって言って、なんか4号の白を拾って2番にフォーカスを向けてる構図が、28ロールを3狂人には見えなくて、あるとしたら25ロールを3狂人。で、3が真の勘だった場合は5黒だから、どっちみち5は黒だと思ってるんで、今日は5投票します。ただ3が仮に狂人だった場合ってグレーに黒打つってあんまり見えないんよね。別に5が狼だった可能性もあるし、黒5枠
ってあんまりなんか勇気ある行動できないと思ってるし、3が仮に強靭だったら別に1黒打っとけばよくねって思ってるから、3が真だと思ってます。ってなったら5黒。相方どこだろうね、1か8。うん、二の可能性もゼロじゃないと思ってるけど、強靭で5黒はあんまねえなと思ってるんで、今日は5入れるんですけど、1、8どっちかはわかんないです。発言がおかしい、ずっとおかしいのは1番だと思ってるけど、8番、音3は何なんだろうって思ってるね。なんか、1、5が8の評価値をしてるようにも見えるから、1だとは思ってるんですけど、わかんないわ。とりあえず今日5入れます。8番。のプレイヤーが発言します。ああ、まあ2番いくっすよ俺は。はい。いいんだよな。あのね、9番5番で、あ、まあいいわ。あ、もう、あ、いいわ。あのね、3強2号ローロだと思ってるんで2番いきますよ。はい。なんでかって、9番、5番、まあ、もう別に5番の核人外なんで言う必要ないですけど、9番教授、9番、5番、ローローで、あの、9番が地神するメリットってないんすよ。5番って4番が核人外って殺してるっすよ。8番って9番が肉ローったら、あの、濁るって言ってるんすよ。2番行ってしまって言ってるんすよ。5番、9番が9番が地神するメリットって何すか？はい。プラス5番って8番に村要素っていうのを1日目提示してるんで、はい。3強2号やないっすか？はい。3番の誤爆じゃないっすか？お疲れっす。はい。まあ俺2番核人外やと思ってるんで、100% な。俺これ絶対自信あるわ。悪いけど。はい。まあ、感情的にもムカつくんで2番からいきます。はい、2番5番引き切ったらどっちにしろ勝ちです。以上。1番のプレイヤーが発言します。まあ5番から行こうぜ。まあ俺視点っていうのは2番8番ローローが正規ねんから2番いけるんやったら強い進行やねんけど、いいよ、もう2番8番捨てるよ。じゃあ5番から行こう。8番。5番で終わる可能性もあるから5番から引き切ろう。5番から行ったらいいんじゃない？ほぼ5番角人外と思ってるよ。あの5番さんの発言で昨日段階追うべきって、3番が5番1番狼追っとうときって2番8番追うべきです。絶対追うべきです。そこ追えへんねんやったらあなたに入れます。はい。あなたに入れます。あなたにしか入れないです。はい。あなたの視点で昨日2番8番狼3番狂人が出てこうへん時点であなたの人外を隠りました。あなたが村やったら2番8番狼で負けです。いいですけどそれで。って思ってるぐらいなんですけど5番さん。説明しましょうか。8番って2番投票してるんですよ。9番神が発生した場合2番8番ローローって確実逃げ切り筆頭なんですよ。で、5番って3番に対して、3番自身が1番5番の、9番狂人精査、1番5番ローローを追ってる視点から3番の狂人ってあるよ。なんでかって3番って1周目から、2周目から9番のこと狂人で置きたがってる人物なんですよ。その場合って5番さん視点で2番8番狼出てくると思ってますよ。8番って異常に2番釣りに固執している人物やから2番8番のライン切り全然取れるから5番さんの視点でそれが出えへんねやったら俺は5番さんに行きます。はい。めんどくさいんでね。はい。7番さん、2番8番人を指定しとけど、2番8番やったら一番強い紙してるから、折った方がええよ。だから、約早死ねって言ってんの。邪魔やから。はい。まあ、5番さん、一応上げてみてくださいよ。じゃあ、2番8番狼。それしかあなた視点ないんでね。はい。それってけど、昨日俺出ると思ってますよ。あ、ごめん、俺はもう5番さん行きます。はい。もう今日で決め打ちやと思ってるんで、今日5番行きます。2番のプレイヤーが発言します。うん。まあ、もう役が決め出るから、5行って。8いきます。ここで終わったら9、5。終わらなかったらもう9、5、新居、5、8、ローローとみなして。8番の発言は、2、5、ローローで追ってるんだったら5番でいいのに、わざわざ7番の意見を翻して、2番と2番の釣りをしてるんで、2、5だったら5でいいでしょ。みんな5行くんだから5行って。なのになんで2なんですかってことなんで、3級新居だったら5、8ってのが疑われるんで、置いて8っていう順番で、もう行きます。しょうがないんで、うん。5番で PP 負けになったら、村が悪いんですね。4と8を見て片白から行くっていう人間を釣るんですよ。これから、恥ずかしい村人の皆さんは、メモを取って勉強してください。わけわからないやつを釣ればいいんです。それを村で見えている。いや、こんな人釣るべきなんです、もう。制裁釣りです。片白行こうって言ってるやつはまず釣るべきです。
そんなやつは制裁釣りする。これからメモにしましょう。村と置かない。何があっても釣る。まだ4番の方は価値があったと思うよ。グレーから行こうとしてる人間の方が。グレーの精査をしない、放棄するってことですから。荒城から行くってことは。5行って8行きます。1が狼で、5で終わらなかったら、もう1が狼なら勝てばいいと思います。8がもうふざけすぎているからもう。こんな人を釣らなかった村が悪い。はい。5行って8行きます。4番釣った村が悪い。恥じてください。5番のプレイヤーが発言します。な、1番に言っとくと、3番が俺に黒を打ってることから、基本的に俺は3番狼推理するんですよ。その時にあの段階で3番から繋がる派生って3番、8番しか指示してんってないんですよ。はい。いや、普通に理解できると思ってんねんけど。で、今8番が5番じゃなくて、8番が2番から殺すっていうのが、8番、2番をライン切りで投票で5番に入れている子、入れてくる構図だと思ってます。8番、2番を消したい人物だと思ってるから、8番視点で。これで8番が5番を釣る構図を取って、議論を取った時に、これは昨日の段階でも一緒で、昨日5番から釣ってもいいんじゃないかなっていう議論で、で5番を釣ろうっていう議論にな、村全体視点で5番を釣ろうって言ったが、結局5番に投票されずに3番に投票した時って、2番、8番の投票が5番に来る行動がおかしいから。その時に2番、8番のラインが見るから、8番が、発言で、3番から投票するって言って2番8番のラインを消しに構図を取っています。6番7番とか1番に言っときゃさ、俺の相方どこになるの1番は。じゃあこれって5番8番もないですよ。5番2番が今落としてる思考がマジでおかしくて、5番8番やった時に俺がわざわざ8番に初日投票する必要がないですね。はい、俺はわざわざ騎士に対して3番5へ入れろよまで言ってる人物なんですよ。その時ってじゃあ4番釣った時7番噛んだらいいですね。はい、ああもうしゃあないよ。なおかつ昨日じゃあ5番9番釣ればよかったのに。それで9番噛んだ時にじゃあ今日。4、8で8を釣らない村が悪いからもう悪いけど。7番、じゃあ俺がそもそも今日7番噛む必要はないですね。村に5誘導しとって今日の鉄板っていう霊媒5円。もう5番釣りは止められないから。全プレイヤーの。そのいいよ。8、見て8番釣れない村。8、4で4番釣った村はね、恥じるべきだと思う、これ。負けたら。ビビン上げになったらもう、それは村が悪い。俺は悪くない。この動画見て解説者、2番は正しかったよって言うと思うよ。もう、こう言って8に行くしかもうないっす。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。8強人か。村人陣営の勝利です。タタリンごめん、タタリンの強人気づいてんけど。